よろしくお願いします。どうも大輝です。今日はね、去年に続き木古内町の寒中みそぎ祭りに来ました。今回は密着できないんですけど、っていうのも去年ね3日間連続でライブ配信やったんですけど、今回はちょっと用事があってですね、重なって今日1日初日ですね撮影するっていう形になるので、動画でお知らせします。で、最終日ね、海に飛び込むというか海に神様を行って、神様を清めるっていう形があるんですけど、それはテレビとかでね結構放映されているので、そちらを見ていただければなと思いますので、今回はその裏側というかね、初日の鍛錬の様子をね皆さんにお見せしたいと思いますので、楽しみに見てください。来ました、この太鼓が耳から離れなくなる太鼓です。今年最後だね。今年最後です。最後の1年はどういう感じなんですか？いや、本当食えないように、かぶりまくるだけです。かぶりまくる。頑張って。2年目巻いてる最中だけど、2年目の抱負は、できるだけやれることを、頑張ってください。1年体験してるからね。2年目は覚悟がさっきより持てるようになって、応援してます。はい、どうぞ。みなりさん、今年の抱負は、まず、2年目来年に向けて、はい、かぶりっていうことです。頑張ってください。応援してます。Thank you.
おやすみなさい。おやすみなさい。